皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。ドラマーってなかなか練習時間を確保するのって難しいじゃないですか。ドラムセットを、ね、こう自宅に置いて24時間家で練習できるっていう環境の人っていうのも、まあ、なかなか少ないんじゃないかなと思いますし、まあ、大体のドラマーの人が、まあ、家ではねパッド練習をして、まあ、週1回週2回、まあ、スタジオをレンタルして、まあ、ドラムを叩きに行くっていう人は多いと思うんですが、1時間2時間時間を確保していざスタジオに入っても気づいたらこう集中力がこうなくなっちゃって、気づいたらツイッター見ちゃうみたいな、わけのわからん動画をなんかずっと見ちゃうみたいな、なんかそんな人って多いと思いますし、まあ誰でもねこう集中力がなくなってしまうっていうことは経験があるとは思うんですが、まあ自分はなんて集中力がないんだってこうへこむ人も、まあこんな工夫をしたら集中力が発揮されて、より良い練習ができるんじゃないかっていうお話をさせていただきます。その工夫が一体何かというと、締め切りを作るということですね。例えばね、この夏休みの宿題をなんか最終日に全部やっちゃうみたいな、なんかそんな人も中にはいると思いますし、例えば1週間後急遽ライブが決まってその日までに8曲覚えないといけないみたいな、なんかそういう追い詰められた状況の時にこう集中力を発揮してライブまでになんとか8曲間に合わせるとかね、なんかそういう経験って、まあ、ある人もいるんじゃないかなと思うんですが、まあそういった追い詰められた状況の時に、まあ、脳内ではノルアドレナリンっていう物質が分泌されるんですね。ノルアドレナリンが分泌されたら学習能力が高まったりとか集中力が高まったりとか身体能力が高まったりとかして、普段よりも高いパフォーマンスができるようになるんですね。例えば夏休み最終日が迫ってて、もうこれをやらんかったら先生にめっちゃ怒られるみたいな、なんかそういう追い詰められた状況の時にいつも以上の力を発揮して宿題を片付けられたりとか、なんかこうライブが決まってて、まあ、曲が途中で飛んでしまったら大恥をかいてしまうとかね、みんなに迷惑がかかってしまうっていう、そのプレッシャーの中で追い詰められた状況の時に脳内でノルアドレナリンが出て、高いパフォーマンスで曲を覚えられるようになると、なんかそういうような構造になってるんですね。例えば普段練習する時もそうなんですけど、もうね先に決めちゃうっていうのは大事ですね。だからライブを決めちゃうとか、セッション行くことを決めちゃうとか、例えば練習をした時にこう配信用の動画を撮ることを決めちゃうとか、自分の中でこう締め切りを作って、この時までに終わらせないといけないっていう、やらなければならない状況を作ると、なんかそれに向けてこの自分の中で締め切りができて追い詰められた状況になって、で脳内でノルアドレナリンが分泌されて、で高い集中力で学習能力が高まって、身体能力も高まって、高いパフォーマンスで練習ができるというようなことになります。自分の教則本もそうなんですけど、僕は2ヶ月間の執筆期間だったんですけど、締め切りがないと多分ね一生書けないんですよ。1年かかっても書けないんですけど、まあ、締め切りがあることによって高い集中力で、いいものができると。だから時間をかければいいものができるっていうわけでもなく、追い詰められた状況でもそういうなんかこう高いパフォーマンスでやることで、いい作品ができるようになるのかなとは思いますかね。まあ、さらにもう一つの工夫としては、例えばスタジオ、まあ、1時間レンタルとかして、まあ、1時間の中を結構無駄にしちゃうっていう人は多いと思うんで、まあ、その工夫としては、短くそのスケジュールを決めるということですね。例えば1時間の中で最初の10分はアクセントの練習をするとか、左手を鍛えるようにしようとか、なんかそういうスケジュールを組んで、で次の10分は、まあ、曲を覚える練習をしようとか、なんかバスドラムの足の練習をしようとか、なんかそんな感じで1時間の中でも細かく練習のスケジュールを決めて、この10分の間にこの左手の感覚をつかむとか、この10分の間に 100bpm 叩けるようにするとか、この20分の間に曲を覚えれるようにするとか、なんかそんな感じで短い間でも制限時間を決めて締め切りを作ることによって、こうプチ追い詰められた状況が作れるので、ノルアドレナリンが分泌されるということになるので、目標というかね、締め切りを作って、それに向けて頑張るっていうことも大事ですし、1時間2時間の練習の中で、まあ、細かく練習時間を区切って、で、まあ、それぞれの締め切りを作って目標を作って練習ができると、まあ、効率のいい練習ができるんじゃないかと思うので、まあ、ぜひ工夫して練習してみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。